キザ後藤様よりご講演を頂戴いたしますキザ様は2015年創立以降輸出向け商品開発から海外バイヤー提案まで一気通貫で実施されコロナウイルスの影響下においてもシンガポール大手、A、EC のレッドマート向けの輸出にも積極的に取り組まれていらっしゃいますそれでは後藤様よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは 沖縄の方で地域商社をしております、木田園の後藤と申します。よろしくお願いします。はい、会社の自己紹介、今日飛ばさせていただいていきたいと思っております。はい、えっと、今日は成果物のお話ということで、えー、皆様、えー、ずっと僕の前にも、えー、何社か皆様ずっと成果物のお話をしていかれたと思います。で、どうやったら皆さん成果物輸出できるんだろう、これから。 どうやったらやっていけるかなという方々が多いかと思ってますただ必ずまでは言わないですけれども、まあ、頑張って、えー、しっかりと、えー、いろんな話をしていきながらやっていければ輸出はできると思いますそのどうやったらできるのかというのを少しずつ話していけたらと思います今日は1枚目のこのページ、えー、秋田県の秋田犬ツーリズムさん、まあ、同じ GFP の仲間と一緒にシンガポールの方の、えー、レッドマートの方に 生の枝豆ですねこちら側の方を、えー、出荷の方をした去年のところの話の方をしていきたいと思います今まで枝豆というのは冷凍のものは海外のところで多く出ていたんですけれどもなかなか生のものが、まあ、輸送の問題ですとかコストの問題そういったものでなかなか出ていなかったですでそんな中で、えー、秋田県と一緒に、えー、生のものまあ 香りを楽しんでもらおうという形で向こうの方に出していきましたら、まあ、すごく評価も高く、えー、鮮度もよく商品の方が継続していくことができました同じ産品でも、まあ、すごく食べ方ですとか、えー、料理の仕方そういったことによってだいぶ評価の方が変わってきますですので 皆様がお作りになっているまあ野菜や果物まあどういったものがあるかがちょっと分からないですけれどもそういったものも食べ方や提案の仕方そういったものでだいぶ変わってくると思います例えばこれ以外のところでいきますと沖縄から出しているもので言ったら例えばゴーヤーですとかナーベラと呼ばれるようなものですとかそういったアジアの食材そういったものもアジア向けに出しております意外だったのはアジアの食材を 沖縄から出して果たして売れるんだろうかというようなちょっとした心配もありましたけれども意外にアジアのところでは沖縄のお野菜味が濃いですとか美味しいというような形ですごく人気で注文がどちらかといったら一般のものに比べてすごく多くいただくような形が取ることができましたたなのでで固定概念といっっら変すけれども何かそうた。 これじゃだめなんじゃないかこんな形だったらどうなんだっていうのを、まあ、頭の中で考えずに、まあ、やってみる、まあ、そういった形がいいかと思いますそれから次、まあ、成功な話ばっかりしていてても、まあ、なかなかこうじゃあ実際やってみてどうだったんですかっていうのがあるかと思いますのでそこのお話ができたらと思います。 上の写真、まあ船で持って行ったんではなく、飛行機で二日後に着いたような写真です。上の黄色くなっているの見えますかね。真っ黄色になっちゃってるんですけども、まあ本当は緑色のまあしっかりとしたゴーヤーを持っていきました。まあただ、まあ沖縄やっぱりジメジメしたりですとか、まあ梅雨もあったりですとか、まあスコールがあったりですとか、まあ水分を多く含む時期ももちろんあったりします。 ですので、収穫するときの水分量ですとか、どういった天気のときに収穫をしたらいいのか、どういった状態で店頭に届けていったら、ものがいい状態で届くのか、そういったことも頭に入れながらやっていかないと、2日経っただけでも、このような形で飛行機で持って行ったっていうスピードで持って行っても、このように全部腐ってしまいます。下のトマトマも一緒ですね 水分量をちょっと多く含んでしまってこちら側のものがまあ全部廃棄になってしまいましたじゃあこちらのものがどういった形で持っていったらこうならないのかやったことないからわからないという方々もほとんどだと思いますただサンプルで海外に持っていくっていうのは簡単では多分ないと思いますので日本でもできることをお伝えします 例えば、うちの中では、えー、沖縄からまあ海外に出すまでの間で温度ロガーを入れて海外の到着の時間ですとか温度帯そういったものもしっかりとデータロガーを取っていきながら産地に出しています。でそのデータロガーを見ると何時にどこでどれぐらい滞在するのかっていうものがだいたい分かってきます。例えばですけども まあそのえ何時にどれぐらいどういった温度帯でえ物が滞在するのかっていうデータのところはあのもし知りたい方がいらっしゃればお見せすることもできますのでえ問い合わせもらいながらえそのデータをもとに日本の国内でも例えば仮想例えば香港仮想シンガポール仮想台湾っていうような形で 日本の中でも冷蔵庫に入れたり少し出したり冷蔵庫に入れたり出したりと海外に実際に行くまでの間を日本国内で実験をしてみるということもできると思います。例えばその実験をして実際に自分の目で見てもしくは食べてみて自信を持って各国のバイヤーさんやレストランのシェフにこれは伝えることができる。 これは食べてもらって安心だっていうのができるのであればなおかついいかと思いますですので海外に行く難しいかもしれないですけども日本の国内でやれることをしっかり何回も何回もやっていきながら提案のほうをしていくそんなようなことを繰り返してやっていけたらうまくいくと思いますそして 商品を販売したりですとか輸送する際にまあ値段の問題ですとか品質の問題どういったものがいいかまあそれぞれもちろんあると思いますただ、バイヤーや現地の方々にやっぱり心に響くって言ったらおかしいですけれどもまあ心を揺さぶるようなところで言ったら失敗は絶対あると思います。たただ失敗した時に まあどういった形で柔軟に対応できるかっていうことをまあ最初に伝えておいてあげたらまあバイヤーさんやレストランのシェフもすごく安心すると思いますですのでバイヤーそれからシェフまあ輸出輸入業者さんいろんなところと一緒に二人三脚一緒にチームを組んでしっかりとものを出していくっていうところでは 商品の採択産地のトレーニングプロモーションそういったところを一緒にやっていきながら柔軟にやりますよそういったところを話していければ、まあ、現地の方々もまあすごく安心をして一緒に取り組んでくれるというのがあるかと思いますですので、まあ、商談する時これからまあ物事を進めるぞという時には、まあ、必ずチームで一緒にやる二人三脚でやっていきましょうというようなような話をしてもらえたら バイヤーたちも安心して進められるかと思います。はい、続いて、まあ、うちは特になんですけれども、まあ、現地のところ、まあ、もしかしたら小売りやレストランのシェフとかになるとまた別かもしれませんけれども、まあ、うちの場合は、まあ、ライブコマースで、えー、成果物を販売したりですとか、まあ、そういったこともしております。そううすると、まあ、日本からの応援っていう形で いいろんな形ができるかと思います例えばライブ配信のところで、まあ、ポスターやチラシそんなものも応援の一つかと思いますけれども、まあ、そのライブ配信をしているような状況のところの、まあ、サイトが盛り上がっているのか盛り上がってないのかっていうところによってもだいぶ売れ行きが変わってくると思います。ででですのの応援の仕方としたらたらだだ見てるだけではなく 結構日本の方々恥ずかしいっていうのがあるみたいでなかなか書き込みをしたりですとかそういったものがないんですけれどもまあぜひなんかこういうライブ配信ですとか何かこう伝えるっていう時にはまあしっかりと応援という意味では書き込みをしたりですとかまあ自分の気持ちまあそういったことをまあどん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 伝えていくまあそういったことをやっていってもらえたら現地のところでもしっかりと盛り上がっていきながら。 自分のもののもがが売れていいいくと思いますすはい、こちらがその状況ですねオンラインのところでやっていきながら、まあ、現地のところとライブ配信をつなぎながら現地の写真を入れながらやったりもしております。はい毎回言うんですけれどもなかなか海外のところ 今はまあコロナで少しずつまあ出張が行けたりですとか海外のところ行けるようになったかもしれませんまあただ、まだまだ昔のようにはパッと行けないという状況があるかと思いますまあそんな中で SNS こういったものはあのすごく楽だと思います現地にまあコストをめちゃめちゃかけていかなくてもまあ連絡が取れるかと思いますまあですので現地の畑の状況ですとか 今日出荷する例えばまあこれで言ったら玉ねぎですけどもまあ玉ねぎの状況やこんな状態のものが届きますこんな畑で今こんなものが育ってますよ楽しみにしててくださいねっていうような形でまあお伝えをしていったりですとか SNS で何かこうブログを書いていけとかそういった難しいものでなくてもいいと思いますまあしっかり畑の写真や今の状況そういったものを伝えることだけでも 変わっってくくるかとと思いますす次うちちの方でで新しく、まあ、ちょっとやりり始めた取り組みですね、まあ、こちら側のところで地方卸売市場さん、まあ、こちら側のところと、まあ、市場便のところの空きスペースを使いながら地域産品のところを集めていきながら、えー、羽田や成田、それから主要空港のところから出していく。 まあ、そういったところの取り組みをしていきながら最近では羽田、成田以外のところの、まあ、GFP の方々からもお問い合わせをもらって港の船のところも今、調整していきながらやっていっていますそういった意味では新しく市場の方々や農家さんバラバラではなくて、まあ、しっかりと市場、まあ、農家さんそれから輸出業者、輸入業者、まあ、それから売ってくれる代理店の方々 含めてでチームになってやっていくまあそういったことを新しい取り組みとして今進めていっておりますうちは特に新しい取り組みそれから初めての輸出をしたいんだまあそういう会社さんやまあ農家さんと一緒にやるのがすごく得意な会社ですですのでまあ初めて輸出をやってみたいんだよねどうしたらいいか分からない 何からやったらいいか教えてくれっていう方々はぜひ、まあ、問い合わせの方をしてもらえたら、えー、一緒になって海外の方へ成果物輸出の方をやっていけるかと思いますこの話を聞きながらぜひ海外のところにみんなで野菜や果物成果物を届けていきたいと思いますので頑張ってやっていきましょう今日はこれまでとしますよろしくお願いします ごさありがとうございました。